ちさらば青春の光東袋さんの今後を占う。さあ、はい、先生、本日はですね、芸人さんでございます、女性問題が取り沙汰されまして、はい、現在窮地に陥っていると言っても、はい、過言ではないこの東袋さんなんですけども、これからの運勢をぜひ占ってください、はい、そうですね、で彼の場合はやっぱり女性関係がやはりここで非常に出会いがありましたね、はい、あら19、29、はい、はい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 、そうしますとまあこのちょうど今数え37歳ですから、ちょうどそうですね、5、6年前ぐらいですか、うん、この時がまあ一番お盛んだったって言ったこれはもうやっぱモテるんですね、そもそも、そうですね、はい、なるほどなるほど、で彼はここに例えばこの星がここに例えばあれば奥さんとすごい非常にいい関係になる、女性と非常にいい関係になる星を持っているんですが、彼の場合残念ながらこれがこの上にいなくてこの下にあるんです。ほう、そうするとこれ社会的な奥さんという意味なんで、はい、出会う女性とやっぱりそういう関係になりやすい、すごいですね出会う人出会う人ってことですね、これ非常にまずい状態ですねただなんかそんなにモテるのもすごいなと思うんですよね、そういうのも出てるんですか、この女性に表になるみたいなのも。そうですね、一応まあこれ性感っていうのがありますので、はい、一応まあ女性にとってはなんか当たりがいいかもしれないですね。ああ、女性から見るとすごく魅力的な男性に、さあそして先生今後なんですけど、今結構そのスキャンダルで大変なんですけども、そうですね、今もうまさにこの召喚喧嘩っていうのが来てますから、はい、これ相当やばいです。あら、やっぱり召喚喧嘩スキャンダルです、まさに。ああ、ここもう相当今年1年、はい、ちょっとやばい状態ですね。これ今後はどうですか、上向きになる可能性はありますか。いや、まだこれ延々とこれ訴訟が5年ぐらい続くから、えらい長いですよ、うん、そうするとこれここ40代50代ちょっとやばいですね。あ、まだそれを引きずってっていうことで、なるほど。じゃあ仕事運的にもなかなか、そう、これかなりここからまずいですね。このちょうどこれ数え39ぐらいから相当まずい、もうだからあと2年後ぐらいですか。これもうこんなん聞くのもあれですけど、その女性関係はまだ続きますか。いや、もうここでもうこのもう日照りになってます。あ、もうさすがに、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあ女性関係も一旦なくなり、それもう、はい、もう危ない状況ですね。あら、もう枯渇した状態そんな、そうですね、今までよりもだいぶもうあれですけども厳しめの、そうです、まさにこの水の水源が、水の切れ目が、お金の切れ目が、まあ、縁の切れ目って言ったもん。なるほどなるほどなるほど、うん、何かその一個でも上がり目みたいなのあったりしますか。これを頑張ればとか、ここが、ね、ここはいいよみたいな。ただまあ来年再来年がまあ最後のチャンスかもしれないですね。あ、なるほど、ね、そこで何か巻き返せればという、うん、そうですね、あ、ぜひ皆さん、ということはもうこの1、2年の活躍にかかってると思いますので、皆さんで応援しましょう。先生今日もありがとうございました。また明日ご覧ください。また明日。